いやでもこっからまたあの表情来るかな。どうや。わお、モリモリ部屋。よしよし。いやー暑くなってきましたね。熱中症に気をつけていきましょうね。では今回もコメント読みの方から、先日千葉県市川市のバスケットコートの聖地とも言っていい大慶園の紹介をしました。とても反響ありましてコメントもいくつかいただきました。沢さん、モリモリさんやっぱうめえな。最初は癖強いだけかと思っていたけど、普通にこういう動画見てるといろんな勉強になります。あざす。そして癖強くてすいません。あと私結構パス好きなんですよね。引き続きコメントお待ちしてます。シリーズで続いていた自宅ハンドリングシリーズ、今回は神奈川県川崎市の宮崎ミニバスの皆さん、今年2月に訪問してポケットパスというタイトルでですねムービーも出しました。皆さんチェックしてましたか？印象に残ってるのは一人一人の表現する爆発さ、もうすごく賑やかなチームでした。さあどんなスタイルが見れるかな。男女5人の選手が登場、よーいスタート。さあまずはヨータ、小学6年生。おお、ナイステンスモールハンドリング、いいですよ。さあコンボですね、ハンドリングコンボ、技の組み合わせ。おお、左右ねできるの素晴らしいですね。ナイスポーズ。さあ次はナオト。さあいいですよ、素早いね。あ、3ついく。おーおーおーおお、スムーズスムーズ、ナイス。いいですよ。笑顔もいいですね。お、バスケットボール3つでね。おお、素晴らしい。小学生にとっても結構重みがあって難しいと思うんですよ。素晴らしいね。おいしょ。ねえ、あ、しっかりカメラ見てチェックして。さあボール使ったトレーニング、おお、ナイスコントロール。しっかりカメラチェックして、はい、これ靴下滑らないように気をつけてね皆さん。カメラチェックいいですね。でもカメラ目線ちょっと欲しくなっちゃう。お、来た。チェックいいですよ、はい、姿勢綺麗です。さあトレーニング、さあカメラ目さん来るかな、来た。さあ次はレアン君、片手出ます。お、母ちゃん撮ってるのかな。おお、素晴らしい。ドヤ顔。ドヤ顔のリクエスト、母ちゃん。はい、いいですね。さあコンボ、犬いますね外に。最高、表情最高。ちょっとまた欲しくなっちゃうね表情。いやいやいや、技に注目しよう。いやでもこっからまたあの表情来るかな。どうや。最高。さあリンさん、おお、ナイスハンドリング、スピン。さあラストですね、カンタ君、カンタ選手、いいですよ。いいかな、ゴールっすよね後ろ。素晴らしい庭だな。ナイスコントロール、イエーイ。皆さんナイスハンドリング、ナイストライ。もちろん技も素晴らしかったんですけども、なんといってもねカメラ目線のあの表情、自分を表現するっていうことだと思うんですよ。素晴らしい。それは皆さんの地域ではもうバスケットできていますか？聞くところによればゴールデンウィーク明けから学校が始まり、体育館も使えてバスケットができるという地域もあれば、6月から学校もバスケもっていう地域があるようですね。でこの神奈川川崎宮崎ミニバスさんの徳良コーチにですね現状を聞いてみました。体育館が使えないためチーム練習ができないみたいなんですよ。関東東京近辺の学校はそういうところが多いんじゃないかなと思います。ただ体育館扱えなくても公園にですね何人かで集まって坂を登っていくトレイルランのようなことをしたり、そういう取り組みもしているようですよ。やっぱり地域によってはね、まだまだ学校もねバスケットも満足に楽しめていない、そういうところもあるんだなと思っております。モリモリベアチャンネルの意図として全国各地地域の現状を伝えたいっていうこともあります。ぜひねあなたの地域の現状、そして今だからこそできるアイデアなどあればコメント欄に書いて教えてください。ごっつぁんです。まだまだ自宅ハンドリングシリーズ続きます。
あと2回かな。